マイドマいドま,ま,まあこちらの方もほぼ毎月カットする方かな毎月染めて毎月切るタイプなんだよねだこういう方の場合本当と切りすぎ注意だよね正確にね 1cm 以下切っといて毛先を軽くすいて合わせるような感じかねチョップカットで合わせるとかねセニングでね毛先を軽くしてなんか短さを感じさせる時のセニング入れるのもさ毛先 1cm ぐらいだからね 2cm1cm5mm とかの間にね 二三回ちょんちょんと入れるぐらいだけどね。みんなのところにはさ、毎月カットに来るお客様っているかねまあ早い人だと三週間ぐらいでカットしに来る方そういう方がね、ほとんどいないっていうお店の場合はね、切りすぎの疑いがあるかもしれないね。あなたの店どうよ。うちのお客さんはみんな二ヶ月しっかり伸ばして来るわよ。なんてね、そんな声が聞こえてきそうだね。その言葉の裏側にはね、毎月ちょっと切ってくれればいいようなお客様がね、 切られすぎて来なくなっただから2ヶ月で来る方しか残ってないっていうことかもよみんなどう,うよ多分この問題はね気がついてないと思うみんな来なくなっちゃうんだからね見えないんだよその切られすぎのクレームがもちろんね うちにもね、欠点はあんだから人んちのことは言えたもんじゃないけどね。妙齢の方で働いてる方はだいたい毎月染めるよね。で、ついでにめんどくさいからカットするんだけどね、毎月ね。やっぱりそういう場合、切りすぎ注意なんでね、毎月来る人っていうのはね。みんなはどうかないや別に、切りすぎていいよ。そういう人はうちに来るから。<laughs> 切られたくない人は。まあ、ご新規でね、来た方ね、毎月切って染めてるような方来たらね。 基本ね、切りすぎ注意。どこまで切らないで我慢するかなんだよね。だけど、お店を変えたっていう理由が何かしらあるんだよね。いや、今まで言ってたお店が辞めちゃったとか、そういう場合はいいんだけど、そうね、その通り切れば大体 OK かな。まあ、切らないで我慢するってことだよね。勇気を持ってね、お店を変えたような人の場合はね、カットに何か問題がある場合があるよね。もちろん白髪だったらカラーの状態にもね、問題があるかもしれないけどね。まあ、そういう時はよく話聞くしかないよね。 やっぱりいつも切られすぎちゃうとか、上が長いとか、後ろが分厚いとか、耳の後ろあたりがよく分厚いっていうよね。あと、つむじの割れ後頭部の絶壁カバーがおかしいとかね。何かしら問題を抱えてる場合が多いよね。まあそういうのね、聞き出すっていうかね、やっぱりコミュニケーション取らないと分かんないからね。なんか随分変なコームの入り方してね、多分これ、スイタケ取ってるコームの入り方だね。というか、 毛が落ちるか落ちないか見てる感じだね。毛が落ちるときはやっぱりなんかしなきゃいけないけど、とりあえずちゃっちゃとやって毛が落ちてないなっていう感じを確認しただけかな。この人もね、つむじ割れてんね、あれ。ああいとこどうすりゃいいんかね。巻いて逆毛立てて、スプレーでもかける でもなんとなくね、この人の仕上がり、重い気がすんだよね。サイドでも後ろでもね、もう少し薄くしてもいいような気すっけど。まだうちの店二度目だからね、切られすぎ、警戒してるのかもしれないし、ちょっとわかんないね。でも重くないって聞いてるんだよね。で、重くないって言われちまったら、もうそれ以上手出せないからね。まあ、とりあえず経過観察、1ヶ月後、どうなってるかね。あの、やっぱり前下がりボブのカットもさ、前の美容師と自分が切った切り方っていうのは全く違うからね。 まあ今ちょっと後頭部のあそこ調整であの辺5ミリぐらいなんだよね。5ミリ切りすぎるともう切りすぎるし、5ミリ長ると長すぎるし。微妙なんでね、あのつむじのね、あの後頭部の絶壁カバーつの。なんか横重いなぁ。まあだ、徐々に次回来たらまたすくようなんじゃねいかな、横。またお顔周りちょっとレイヤー入れるとか、次回どうなるかなはい、お疲れ様でした。